えー、こんにちはあ。野生の人間さん、女性30代。先週の脳内学級委員会の考え方、とても面白かったです。ああ、まあ言った話ですね。私の脳内でもリトルナンとかたちがいつも喧嘩してます。私はアメリカの精子バンクを利用して、選択的シングルマザーになろうとしてます。おい,おい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 、いきなりすごい話だよね。えー、アメリカの精子バンクを利用して、その精子で自分の卵子を受精させて、 で選択的つまり自分から選んでシングルマザーになろうとしているわけですねはいはいはいこの決断に迷いはないのですが子供がかわいそうという反論したはずまあ、えー、反論したはずのリトル世間の声が子供がかわいそうと言って止まらないと遺伝子情報を含めてドナーを選んだので子供は見た目知能少なくとも健康に優れる可能性が高くまた私には幸い経済力があり良い教育環境を与えられます 親兄弟も私の決断を応援してくれてます。愛情を注い,で注いで育てる環境も整っています。従ってかわいそうどころかむしろ最高に近いと思います。うんうんうんこれは同意します。はいはいその通りでしょう。はい。えー、最高とは、えー、愛情深く解消もまあ、まあ、まあむしろ最高に近いと思います。でも最高本当の最高というのは愛情が深くて快笑もある父親が身近にいる環境のことですが 今からそんな人を探すのは年齢的に現実的でないので最初から除外してました。これが引っかかってるのでしょうかリトル世間の声が止まらないのは一体どうしてでしょうかとリトル世間の声ってまあリトル博之での リトルコアダトシオでもですね、何でも同じなんですけども、勝手に出てくるわけじゃないんですよね。あの無意識が SOS サインを出して、その SOS に要請されて出てくるんですよ。無意識っていうのは案外計算高くて、案外合理的なんですよね。で、えー、そういう合理的なですね、あの無意識がどういう SOS サインを出してるのかっていうと、まあ不安だからだと思いますよ。不安っていうかね。 結婚したいからだと思いますね。こんだけ完璧な準備がとって周囲の同意も得てるのに選択的シングルマザーをやりたかないんですよ。おそらく。ここに書いてる通りですね。あの、今からそんな人を探すのは年齢的に現実的でないので最初から除外してると。つまりそういう夫と結婚して父親になってもらうっていうのを、ここの部分を自分でなんか抵抗してるんでしょうね。あの、普通の結婚して普通のなんか出産したいと、 無意識が思ってるから、まあ、自分のリトル世間の声ではなくて普通に生きたいというかそれをやらないとちゃんとした女じゃないんじゃないかというふうにどっか思い込んでんでしょうねもちろん理性では全部それを全て説得済みなんですけどもですねだからうーんこんなに準備整ってたら大丈夫だと思うんですけどね僕は。うん 僕の姉ちゃんが僕はあのつ上の姉がいるんですけども30代でもし独身でこれ言い出したら姉ちゃんだったら反対しないですね下手に変な旦那見つけるよりはってだって知り合いで結局あの結婚したんだけどもあの旦那がダメであんまり好きになれなくて離婚したとで離婚する時に どうしても親権が自分に欲しくてっていうことで、旦那側の親と散々話し合って、もう裁判になりかけてっていうトラブルを、割と僕ね、近くでいっぱい見てるんでですね、そういうトラブルがない出産っていいじゃんっていうふうに思っちゃうんですね。あの、63歳にしては僕かなりこういうことに関しては割とリベラルかつラディカルな方だと思う、思いますけども、そういうふうに思っちゃうんですけども、自分の心の中の SOS が出ちゃうんだったらなぁ。あと 1>, 1回だけ婚活やってみたらどうですか。でそれでまあたまたまオッケーだったら <laughs> そっちでもいいんじゃないかと思うんですけど。